ただいまより、2023年度立命館大学大学院入学式を取り行います。会場の皆様、ご起立ください。礼効果会場に効果が流れますので、静かにお聞きください。 ご着席くださいここで登壇者を紹介いたします学長中谷義男理事長森島智美副学長徳田昭夫。 副学長、野口義文経営学研究課長、木下昭弘政策科学研究課長、森弘之テクノロジーマネジメント研究課長 湊信明人間科学研究課長森岡正義経営管理研究課長越塚博本日の指式は教学部副部長横田明則が務めます 副学長、伊坂忠夫経済学研究課長、野村良一理工学研究課長、高山茂スポーツ健康科学研究課長、長住仁 情報理工学研究課長、山下陽一生命科学研究課長、歌山守薬学研究課長、北原良。 職マネジメント研究課長天野浩二本日の司式は教学部副部長荒木努が務めます副学長松原陽子法学研究課長渡辺千原 社会学研究課長、三笘義行文学研究課長、中川優子国際関係研究課長、中川良二言語教育情報研究課長、有田節子 映像研究課長大島俊和先端総合学術研究課長三間達也法務研究課長北村和夫教職研究課長井上雅彦 本日の出式は教学部副部長森下智恵が務めますどうぞよろしくお願いいたします式辞学長中谷義偉式辞を申し述べます 立命館大学大学院へのご入学、誠におめでとうございます。新型コロナウイルス感染拡大による混乱と模索の3年間、皆さんやご家族にとっては大変な日々であったと思います。しかし、この2023年春、 ここで皆さんと出会えたことを喜び、ご家族はじめ、新入生の皆さんを支えてこられた方々に感謝を申し上げるとともに、皆さんが新たに立命館大学大学院の一員になられたことを心から歓迎いたします。この春 立命館大学大学院には1555名の新入生を迎えました立命館大学は2030年に向けた中期計画 R2030 において次世代研究大学を目指すのだという大きな目標を掲げています本学にとって大学院は 研究の核となる非常に重要な存在ですそのため今回初めて大学の入学式とは別に大学院の入学式を執り行うことにしました世界は現在国際紛争と新たな国際秩序の形成気候変動 人口・食料問題、エネルギー問題、ダイバーシティインクルージョンなど、人類に共通する課題を抱えています。このような複雑な課題の解決のためには、一人の研究者、一つの分野、一つの組織だけでは難しいでしょう。分系 理系それぞれに磨き上げ蓄積してきた知識や知恵をあらゆる方面から連携統合させ新たな価値や概念を創出していく必要があります立命館大学大学院では21の大学院研究科において約 3700人の大学院生が研究を行っていますこのうち800人が後期課程の学生ですまた大学院研究科とは別に6つの研究機構に48の研究所・研究センターを設置し日本屈指の高度な研究力を誇り 産官学連携の推進において、高く評価されています。例えば、立命館グローバルイノベーション研究機構、RGYLO では、専属の研究者と学部研究科の研究者が、分離の垣根を越えてチームを組み、学外とも連携して、困難な社会課題の解決に向けた 世界レベルの研究拠点を構築すべく日々研究に取り組んでいます。15年間で70チームほどが研究に取り組み国の大型研究資金を獲得するなど大きな成果を上げています。多くの大学院生も研究チームに参加しています。 また、昨年度から始めた立命館先進研究アカデミー、通称ララ・リサーチフェロー制度では、立命館大学の研究を先導する世界レベルの研究者を選び、個別最適な研究支援を行うとともに、多くの学内外の研究者や大学院生を巻き込んだ研究プロジェクトを展開しています。 その中で、後期課程の大学院生も、研究費をはじめとする奨学金を得て活躍しています。立命館大学大学院は、このような総合的な研究力をさらに磨き上げ、世界中の研究機関や研究者はもちろん、産業界や政府、自治体などの 社会の様々なパートと連携し、新たな社会共生価値を見出し、作り上げていきます。皆さんはこれから、最先端の知識に触れ、世界と交わり、高度な研究活動を実践することになります。今、紹介したプロジェクトに参加する方もおられるでしょう。 共に研究する仲間として皆さんの活躍に大いに期待していますこれからの時代は今まで以上に変化が激しく予測困難かつ何をもって正解とするか分かりづらい世界になるでしょうそこで大切なことは未来への意思 志を持つことです。これまでの常識や枠組み、固定観念にとらわれることなく、むしろそれを疑い、未来のあるべき姿を探求する、皆さん一人一人の意思ある挑戦こそが、最先端の研究に結びつくのです。研究には、 適切な目標設定と目標を実現するための斬新なアイデアの創造という2つの要素があります。どちらの要素も決して独善的であってはなりません。多様な経験、多様な知識、多様な価値観と交わってこそ初めて適切な目標が見えてくるのであり、 有益でで斬新ななアアイデのの源泉となるのです大学院での時間は限られていますがぜひ多くの人たちと交流し議論して皆さんそれぞれの研究力を磨き上げてくださいその蓄積が立命館大学大学院全体の研究力を大きく向上させ 次世代研究大学の実現につながるのです巡り合うということは一つの奇跡であり皆さんと今日ここで出会えたことを心から喜び今後を祝福したいと思います立命館での研究を通して人生を未来を 切り開いていく力を育んでください以上をもって式辞といたします2023年4月4日立命館大学長中谷義雄本日は誠におめでとうございます 以上をもちまして、2023年度立命館大学大学院入学式を閉式いたします。礼